州の山雷五郎州の山雷五郎から1862年6月16日は仙台藩、道の区国元吉軍出身の元大相撲力士。第九代横綱。本名は橋本達五郎。1808年に道の区国元吉軍で海上運輸業を営む家に長男として生まれる。当時家に出入りしていた荷上人の中に元力士である。 ひもろぎ島がいたが、ひもろぎ島に辰五郎の次男である玄太雄が相撲の指導を受け、土地相撲の大関として活躍していたことが刺激となり、辰五郎も力士を目指すようになった。その後は、家の裏にあったえのきを相手に毎日ぶつかった結果、えのきを枯らしてしまったと伝わる。えのきを枯らしてしまったことで稽古場を失った、辰五郎は、それでも力士になる夢を諦めきれずに、 無断で家出して、仙台の兄を訪ねたが、力士になる話を聞くと猛反対されたため、一人で、江戸へ出ていくつかの相撲部屋を訪ね歩いた。しかし、辰五郎の身長の低さから全く相手にされなかった、ために一度は諦めていたところへ、同郷の荒熊に拾われると、荒熊から、使い走り扱いされたことに失望して、仙台に戻り、魚トンや、境屋屋方向に出た。 この方向の合間に、相撲の稽古に励むと力量が増し、再び江戸へ出て州の山部屋へ入門した。入門後は雑用ばかりで稽古どころか土俵にも上がらせてもらえなかったが、入門前に得た帰り気と努力、さらに激しい投資によって実力をつけ、北山達五郎の嗜名で1828年に初土俵を踏む。運州藩の抱え力士となってからは、 天津風雲右衛門と改名し、後に横綱へ昇進する知らぬ日高衛門と同時に新入幕を果たした。入幕後も持ち前の海力と投資は健在で、森岡の南部藩の抱え力士に転校後は1841年1月場所で大関に昇進、岩見方武右衛門と改名後に1844年10月場所からは、周の山、辰五郎を襲名した。 1847年9月場所で入門から19年目で、吉田塚酒から悲願の横綱免許を授与された。引退後は、四個名のまま年寄りとなり、人幕9五郎を育成したが、中改めを担当している時に、自身の弟子ばかりをひいにしていたことで、海江事件と言われる、相撲史上初の大事件を引き起こした。当時、 本中だけでも100人を超す力士が存在しており、2日に1日のペースで取り組みを行っていたが、3日から4日に1日のペースに伸ばされ、昇進が遅れる者も,も多数存在した。そんな中で州の山は、弟子2名を必ず2日に1日のペースで土俵に上がらせたため周囲から反発を買い、力士のストライキ、さらには本中力士から市内で殺される寸前までに、 発展する、大騒動へ発展したが、州の山自身が謝罪したことで解決した。しかし、この事件によって州の山は、肝心元を1858年まで待つこととなった。1862年6月16日に死去56歳没。打つ。州の山の墓は、東京都江東区の不門院と岩手県一関市の岩城寺に存在する。 2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、故郷、気仙沼市にある州の山の銅像が大津波に飲み込まれたが、奇跡的に流出せずに存在している。江戸相撲の本場所のみを示す。ありがとうございます。